おはようございます。日上です。この1週間かなり冷え込んできているなというのを体感しているんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな雰囲気を体現するかのようにですね、このどんよりと分厚い雲の中でですね収録して、果たしてこの絵は映えるのかという心配はありますけれども、そんな余談はさておき、今日もエアバス30の方を少し紹介してみようかなというふうに思います。さあ、ということで今日なんですけれども、昨日ですね、皆さんにお知らせしたエアバス320のプロフェッショナル版のチェックリストということで、実際のエアラインではどれぐらいの項目をフォローしているんだろうというようなところをですね、模擬したような形でチェックリストを作って公開してみたんですけれども、本当にですねこう見比べていただくとかなり項目少ないなっていうのとともに、いくつかの項目がですね、前回リリースしているエントリー版といわれるステップバイステップで、このフライトシミュレーター2020のエアバス320、もしくは正しく言うとエアバス 32NX モッドを入れた場合のというのがつくかもしれませんが、このシステムの中でどれだけリアルにできるかというところで振り込んでいるわけなんですけれども、今回ですねプロ版というところで、こう実際にはファンクションしないもののこういうところを見ているんだよっていうのを振り込んでいるので、そこら辺のですね説明をいくつかしてみようかなというふうに思います。このプロ版の方のチェックリストを見ていくとですね、一番最初の項目、コックピットプレパレーションみたいなところは、こんなもんかなというところで、皆さんいろんな準備、セットアップをしていくと思うんですけれども、その次のギアピンと、あとはカバーっていうところで、何のことだろうと思われた方結構多いんじゃないかなと思うんですが、ここの部分に関してはですね、実際のシミュレーターでは再現されていない部分というふうになっています。じゃあその前段はさておき、実際にどういうところにギアピンだったりとかカバーっていうのがつくのかというところを少しフォローしてみようかなというふうに思います。まずはじめにギアピンっていうところから説明していくと、このノーズホイール、それからこのメインギアの方にもつけるポイントがあるんですけれども、地上で整備などをする場合に不用意にこのギアが閉まってしまって機体がこうガンと地面に落ちるようなことがないように、必ずギアピンというものをセットします。ちょっと寄ってきて細かいところでここを覗き込まないと見えないんですけれども、このライトの横のところですね、ここにこうスプリングが出ているのが見えると思いますけれども、このスプリングをたどった上のところにですね、セーフティーピンというのを入れるポイントがあって、そこにピンを差し込んであげることによってノーズギアが不用意に閉じてしまうということがなくなるというようなセーフティー機構になっています。このポイントについてはタイミングを見て実際の機体だとどういう風になっているっていうのを写真撮ってきてもらおうかなと思っているんですけれども、おおよそここら辺の内側の部分ですね、ちょっと見にくいところでピンが刺さっているということで、そのピンがいざ離陸しようっていう時に刺さったままになっているとギアをアップすることができないというところで、そのピンをチェックするということのようです。ちなみに実際のエアラインの場合はこの内側のピンなんていうところはなかなか見えにくいというところもあるので、赤いタグでリムーブビフォーフライトっていうようなタグですね、フライト前に外してくださいっていうタグが前からピロピロっと出てきているということですね。それを見て自分がフライト前に、あ、まだピン刺さってるんだなっていうのを確認した段階でメンテナンスがちゃんと終わっているのかというポイントと、そのピンが出発前までにしっかりと外されていることを確認するということになってきます。ちなみにメインギアの方ですね、こちらの方はよく再現されていて、ここの細い小骨みたいなところにアクチュエーターが入っていて、ここの部分が引っ込まないようにですね、円筒形のカバーでカポッと囲ってあげるっていうことがメインギアの方のセーフティーロックというふうになっています。これらのロックだったりとかギアピンっていうところが外れているかっていうところの確認ですね、そちらの方をしていくということになります。ちなみにカバーというところでいくとですね、例えばこの手前の点線で囲われているところですね、これがピトー管です。一番左側のものがキャプテン用、そしてスタンバイで、同じく右側にもう一つついているのがライトスイート用のものというふうになっています。こういったピトー管ですね、先端に細い穴が開いていて、そこに異物が入り込んだりするとですね、スタックする原因になったりするので、実際速度が測れなくなったりですね、いろいろなトラブルが出てくるので、地上にある時にこういったプローブや、あとはこの点線で関われているところが制圧孔スタティックポートですけれども、こういったところにカバーが施されたりというところで保護されている場合があるので、そういったカバーがしっかりとリムーブされているかというような確認ですね。ちなみにこの後ろに角みたいに出ているのが AOA アングルオブアタックのセンサーだったりとか、そういった細かい部分もおいおいね説明していきたいなと思いますけれども、今回はこれぐらいにしておこうかなというところですね。
さあ、ということで、ちょっとコクピットの方に次は移ってきたんですけれども、次はですね、上からこう項目をさらっていくと、ピッチトリムまでは前回までで紹介していたと思うんですが、ラダートリムですね、こちらの方はですね、エントリー版の方であまりこう触れずに来ていたポイントでもあるんですが、このラダートリムっていうのがどこに位置しているかっていうところだけ少しフォローアップしておこうかなというふうに思います。ちょっと今ですね、システムの方をお見せしたいので、バッテリーを立ち上げてエクスターナパワーをつないでみたんですが、ちょうどエンジンのマスタースイッチの後ろ側のところですね、ラダートリムということで書いてあります。これを左右に振ってあげることで、それぞれスイッチを変えることもできますし、ここの真ん中のリセットボタンを押すことでゼロに戻すこともできるということになっています。ここの部分のゼロをチェックするっていうのが、アフタースタートのところにあるラダートリムのゼロ確認ということになってきます。そして続けてですね、上の方から降りていくと、パックスという項目があると思います。このパックスというのは圧縮空気のことで、主に機内の空調などに使われたりするんですが、2つあるメインエンジンからですね、供給されるというふうになっていて、エンジンの出力から出ている空気のうちいくらかをこう機内に送り込むわけですよね。そうするとエンジンの出力が本来欲しいマックスパワーに対していくらかそのパックスで割かれることになってしまうので、テイクオフの時にパックスによるエンジンのパワーがロスしてしまう部分っていうのをコントロールするために、パックスをオフにして離陸するというような場合があります。そういった場合のポイントっていうところでパックスが挙げられているということになっています。さらにこういったパックスだったりとかシステム的な細かい部分というところは、また改めて細かく説明していける機会があればいいかなというふうに思っているんですが、簡単な説明としては、パワーロスを防ぐためにこのパックスをオフにして飛ぶ場合があるというところで、チェックリストでフォローしているということですね。ちなみにこのパックスというのは、このエアコンディショニングのところですね、オーバーヘッドパネルの中でパック1パック2というふうに表示されているのがパックスというところで、エンジン1からのブリード、それからエンジン2からのブリードというところで供給されるということになっています。もしくは APU からブリードをつなぐことによってパックスとして供給することもできるんですけれども、いずれにしてもこういった細かい部分というのはまた改めてやっていきたいなというところですね。さあ、ということで、主にはですね、ここら辺のポイントが新たにこのチェックリストから登場したところかなというところで、今日はこれぐらいのフォローアップにしておこうと思っているんですが、一応念のためね、補足しておくと、バロって書いてあるのは、これは気圧補正値のことで、ちょうどこの 29.92 っていう風に表示されてますけれども、ここのことですね。確か以前のチェックリストだと、アルティミターっていう形で書いてたと思うんですが、今回はですね、実際に少し合わせる形で、バロという表現に切り替えているというところです。ということで、本日はですね、ちょっと込み入った内容で、非常に細かいところを説明したと思いますけれども、いかがだったでしょうか。こういったところまで踏み込んだ話を聞きたい方がどれぐらいいるかというところはさておきなんですが、本当にですね、個人的に興味があって教えてもらったような内容をそのまま動画にしている節もあるんですけれども、こういった部分もですね、聞きたいぞという方がですねいらっしゃるようであれば、今後ももう少しやっていこうかなというところで、ぜひですね、ご意見等あればコメント欄にいただければと思っております。本当に最近いろいろ動画にまとめていて楽しい反面ですね、もう本当体いくつあっても足りないなって思うぐらい、こういろんなことをやってみたいというところでですね、非常に四苦八苦しているんですけれども、こんな感じで毎日少しずつでもやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、ラジオ感覚で毎朝お楽しみいただければと思っております。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。I'm really glad I'm not walking around.